Amazon チャージがまだ生き残ってました。どうもこんにちは、まみよしです。本日1月5日ということで、 Amazon 初売りセールも残り2日になりました。で、前回のね、第1弾の動画でお得な商品とか紹介したんですけども、今回はそちらで買ったやつとか、あとはね、買ったんだけどまだ使ってないからね、おすすめかわかんなくて紹介してなかったやつ、実際に使ってみてめちゃめちゃ良かったので、それもね、紹介していきたいと思います。あとは最近ね、洗濯洗剤とかも切れてきたので、そういった消耗品とか、そういったのも今回の動画で紹介していきます。やっていきましょう。まずはポイントアップキャンペーンにエントリーですね。まあ前回の動画見てる人は知ってると思うので、今回飛ばします。で、他のね、お得な購入方法とかも動画の最後につけておきます。で、前回の動画で紹介し忘れてたやつがあって、それがこちら。Amazon チャージがまだ生き残ってました。やったことない人はね、まだ使えるっぽいですね。こちらは現金でチャージすると初回限定で1000ポイントプレゼントっていうキャンペーンになります。概要欄にね、ここのリンク貼っておくので、ここのページに飛んでクーポンコードコピーします。で、その下のチャージするボタンを押して、ギフトカードチャージタイプで、今回はね、5000円以上チャージすればいいので、金額5000円を選んで今すぐ購入で、そこからクーポンコードを入力して、コンビニ、ネットバンキング、 ATM で払うことによってポイントを受け取ることができるといった感じなので、まあこれね、対象の人はぜひこちら試してみてください。今回でね、一番伝えたかったのがこちらですね。これ1月3日に購入して、1月4日に届いて、1月4日の夜これを使って寝て、今1月5日の昼なんですけども、めちゃめちゃ良かったですね。まあ、最初届いた時は、あ、なんか意外と薄くてそんな変わんなそうだなと思ったんですけども、もうすごい、この辺にね、首を乗せて、で、ここが肩とかで、上半身をね、若干起こして寝ることができるんですけども、これはめっちゃ良かった。肩の負担もなくなるし、首の負担っていうのもなくなります。今までの枕はね、ちょっと高めで、その枕使ってるとやっぱりね、頭と首と背中っていうのがこう一体になってなくて、体のパーツごとになんか若干疲れてるなとか痛いなって感じてたんですけども、こちらのね、トゥルースリーパーセブンスピローライトにしたことによって、もう首と頭と背中がもう一個のパーツみたいな感じになったような感じで、すごいね、なんか、あ、人間の体ってもともとこうなんだなって思いました。なんかすごいね、軽くなった、頭が軽くなったし、もう首がないみたいな。ちょっと紹介しづらいんですけども、とにかく僕の体にはこれめちゃめちゃ合いました。これが9900円から8415円になってます。 15% オフ。これね、今回のセールで一番期待してました、値下げを。まあでも頻繁に結構値下げしてる感じですね。で、今回ね、 Amazon だとこんな感じで 15% オフになってるんですけども、これ公式サイトだと定価9900円っていうのは変わんないんですけども、返品がね、60日間までできます。使用後でも OK らしい。だから使ってみ見て、あ、自分の体には合わないなと思ったら返品できるっていう感じ。ただね、お届け目安が1週間かかるっていうので、ここだけちょっとネックで僕はね、 Amazon で購入しました。なので、安く買いたい、早く欲しいっていう方はこちらの Amazon で購入して、体に合うか不安だからちょっと返品できる公式サイトがいいなっていう場合は、こちらの公式サイトで買ってみてください。両方ともね、概要欄にリンク載せておきます。続いて、これは生放送で紹介したのかな、デルの27インチの 4K モニターになります。こちらは USB Type-C で接続できるので、 MacBook とかノートパソコンで使う方におすすめですね。 Type-C ケーブル1本挿すことによって充電もできるし、画面も映せるし、めちゃめちゃいいと思います。こちらが 20% オフの 44,800 円。まあ安くなって出る時の価格っていう感じですね。まあ普段からだいたいこの価格なんですけども、まあポイントアップキャンペーンとかもあるので、今回買ってみてもいいのかなと思います。続いてはルンバ、ロボット掃除機ですね。79,800円が49,800円。こちらに関しては、普段の2回目の値下げですね。 i3 プラスなので、ルンバ欲しい、ルンバデビューしたいっていう方はこちらかなりいいと思います。で、僕がね、おすすめしてる掃除機はこちらですね。エコバックスの D-BOT X1 オムニってやつ使ってたんですけども、 T10 でもいいと思います。T10 は白、 X1 が黒っていう、そういうモデルらしいです。この T10 めっちゃいいね、白でおしゃれだし。で、これ149,800円が112,350円。普段もね、149,800円なので、かなりお買い得になってます。で、こちらのいいところとしては、まず水拭きできます。で、水拭きのモップっていうのを自動洗浄できます。ここで綺麗な水と汚い水溜まるところで自動洗浄できるっていうのがもうめちゃめちゃいいです。この機能は必須ですね。で、それでいて熱風乾燥があるので、
洗ったモップを自動で乾燥してくれると。なので自分がやる手間としては汚い水を捨てて綺麗な水を補充するだけ、まあ、これもね1ヶ月とか放置してても全然大丈夫なんで、これはねめちゃめちゃいいですね。なのでロボット掃除機最強のやつが欲しいっていう方はこちらの T10 オムニとか X1 オムニ買ってみてください。めちゃめちゃおすすめです。で続いて洗濯洗剤ですね。まあ僕は家で洗濯して部屋干ししてるんですけども、部屋干しって結構匂いすると思います。そんな匂いをできるだけね少なくしてくれるのがこちらのアタック抗菌 EX 部屋干し用になります。これもね結構長い間使ってますね。今までスーパーとかで買ってたんですけども 2.8 キロの大容量のやつを買いました。812円で、まあ、大体200円引きぐらいになってますね。まあでも頻繁にセールしてるかな。まあ一人暮らしでもね全然使える量ではあるので、一人暮らしの人が買っても全然いいのかなと思います。続いてベルキンの 3-in-1 マグセーフ充電器ですね。このベルキンの 3-in-1 に関してはね割と紹介してるんですけども、今回はこのスタンドタイプじゃなくてパッドタイプが安くなってました。僕はねこちらをベッドサイドに置いて使ってるんですけども、 Apple Watch、ワイヤレスイヤホン、iPhone 使ってる方はこれだけでね、充電が完結するので、めちゃめちゃね、スッキリします。ベッドサイドに置いて使ってます。これがまあ、だいたい普段の価格16,700円とかかな。なので、だいたい1000円引きぐらいっていう感じですかね。まあ、これもね、Apple Watch の急速充電対応してるので、かなりいい商品かなと思います。愛用してます。続いて、今回ね、イロハス安くなってました。タイムセールで1753円、1本73円。で、普段が、まあ、だいたい2088円とかなんで、335円安くなってますね。で、定期用お得便にすることによって、69円で購入することができます。まあ僕は早く欲しいので通常の注文で今回頼もうと思ってます。でイロハス最近なんかラベル変わりましたね。上から下に移動しました。これが73円で、僕はねいつもこれで水飲んでて、で下の方まで行って朝残りのやつにプロテインを入れて飲んでるみたいな、そんな感じでやってますね。イロハスおすすめです。続いてはこちら iPhone のマグセーフで貼り付けられるスマホリングですね。こちらも買ってみたんですけども普通に良かったですね。なんかマグセーフの磁力も強力だし、このリングもねかなり手にフィットしたので、まあスマホリング買うんであればこれでいいと思います。 iPhone 12、13、14の人で、こちらが2180円が1575円ということで、めちゃめちゃ安いですね。アンカーのやつとかは2000円だったりするので、まあこの機会にね買ってみるといいと思います。タイムセールでだいたい1500円ぐらいになってるかな普段。今欲しい人は買ってみ見るといいと思います。ちなみにこれねシルバーに見えるんですけど、ちゃんとシャンパンゴールドになってました。ブラックかホワイトかっていう、そういった感じです。で続いてね、これセール対象商品じゃないんですけども、ビフェスタの洗顔フォームですね。こちらがねめちゃめちゃ良かったですね。これ何かというと、普段洗顔ってねこうチューブタイプから取って、でそれを泡立てる必要があるんですけども、これは振ってここの上のところをプッシュするだけでこんな感じで濃厚な泡が出てきます。これめちゃめちゃいいですね。僕いつも泡立てるのめんどくさくてそのままクリーム塗ってたみたいな感じなので、これからはねこの泡でしっかり洗顔しようかなと思ってこれ買いました。めちゃめちゃ良かったです。で結構ねすごいもちもちの泡なので、あんまり量出さなくてもねこうしっかり洗顔できるのでいいかなと思います。1本600円ぐらいですね。特にセールにはなってないんですけども、たまにタイムセールになるんか、800円とか、まあ、こういったタイムセールになったタイミングで買うのもいいし、早く試したいなら今買ってみてもいいかなと思います。という感じで Amazon 初売りセール第2弾はこんな感じです。うん、まあ、とにかくねこのトゥルースリーパー、これがめちゃめちゃ良かったですね。本当になんか今年買って良かったものにもう入りそうなぐらい気に入って使ってます。で、あとこのトゥルースリーパーに関してはなんかいろいろあるんですよね。このウルトラフィットってやつとセブンスピローライト、そして普通のセブンスピローあるので、まあ他のやつもねちょっと試してみたい感じはあるんですけど、高いんでちょっと試せないですね。16,000円、16,000円、あ、このウルトラフィットってやつは35,000円が16,800円になってるっぽい。でセブンスピローライトはね9900円と安いんでかなり買いやすいかなと思います。そんな感じで僕はね、セブンスピロー買ってめちゃめちゃ今回のセール満足してます。皆さんもね、これ買ってよかったとかあればぜひコメント欄で教えてください。まずはねお得な買い方から、最大1万ポイント還元ポイントアップキャンペーンっていうのをやってます。まあこれもいつも通りねキャンペーンにエントリーするボタンを押してから買い物するようにしましょう。で今回のポイントアップ還元の内容としては、プライム会員で 2% ショッピングアプリ経由での買い物で 0.5% なので、スマホアプリから必ず注文するようにしましょう。でマスターカードで 3% 家電購入でプラス 4.5% になります。季節調理、家事、照明、美容、健康家電が対象っていう感じ
ですね。で、お得情報としては、まずこちら、Amazon マスターカードキャンペーンっていうのをやってます。1月7日までに新規ご入会いただくと、通常の入会ポイントに加えて、Amazon ポイントが12倍つきます。期間限定ポイントにて最大4000ポイントなので、まあ大体4万円分ぐらい買えば、ポイントがつく形になります。で、ポイント12倍キャンペーンっていうのは2月7日までやってるので、まあちまちまとね、買い物してみてもいいと思います。これもね、キャンペーンにエントリーする押しましょう。両方ともね、概要欄に載せておきます。で、プライム会員になってない方はプライム会員になりましょう。概要欄のリンクからプライム招待プログラムでプライム会員登録して30日以内に Amazon で2000円以上の買い物をすると1000ポイント、Amazon ポイントが還元されるといった感じで、これもかなりお得になってるので、ぜひ概要欄のリンクからプライム会員になってみてください。プライム会員に関してはね、いろんなアニメとかドラマとか見放題だったりするので、めちゃめちゃおすすめです。あとは Amazon フォトっていうね、写真無制限で保存する方法もあるので、もうアマプラはね必須ですね。